また新しいガジェットが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。TP-Link のタポマルチカラー対応スマート LED ランプです。こちらのデバイスはですね、スマート LED ランプということですね。で、ここにちょっとね、Wi-Fi のマークが出ていますので、まあ大体ね、ご存知だと思いますけれど、今ね、すごく増えている、まあいわゆる 大きいジャンルで言うと、スマート家電と言われるジャンルのまあガジェットになると思います。まあ、要は、ネットワークに接続して、まあ、いろんなね、設定をしたり、まあ、管理をしたりできる、そういったランプなんですね。まあ、私が知ってるランプっていうのはもちろん単純に、照明器具でしかないんですけれども、今はね、ネットワークに対応して、 まあいろいろ設定したり便利に使えるということです。で、以前にね、このタポっていうシリーズ、私一回あのコンセントですかね。いわゆるスマートコンセント、スマートプラグっていうのかな。えー、これがめちゃくちゃ便利でですね。まあ2022年に買ったと思うんですが、まあここ最近買ったガジェットの中では一番便利だったかなと思いますね。すごく単純なんですよ。単純にコンセントをネットワークで管理できるっていうだけなんですが、 めちゃくちゃ便利。ぜひこれはね、値段も安いし、ぜ、ま、ひ、あ、これはね、買って使っていただきたいなと思います。あと私もね、一回紹介しますので動画見てください。まあ、いわゆるそういったジャンルの商品ですね。だから、ただの LED ランプもネットワークに接続すると、見違えるように便利になると。まあ、そういった商品になっています。まあ、とは言ってもですね、まあ本当に見てもらうとわかる通り、いわゆるまあ、電球ですよね。ただ、マルチカラーということなんで、まあおそらくこれ、色がね、変えられるんじゃないかなと思います。 で、E の26ということなんで、これは非常に汎用性の高いね、まあ。いわゆるこのソケットというか差し込みがあるんですけれども、まあここの形状ですね。ここのサイズが E の26というものになります。まあこれは本当にね、すごく使われているタイプなんで、まあいろんなもので使えると思います。それではぐるっと見ていきましょう。まずは、タイムスケジュール、音声コントロールですね。Wi-Fi 接続、遠隔操作、お出かけモードに電力モニタリングもできるということですね。 でさらに、後ろ行って、スケジュールで好きな時間にセットということで、まあ当然時間をセットして、まあつけたり消したりできるっていうことでしょう。あと、日の出日の入りモードということで、タイムゾーンに合わせて自動的にランプをさ動作させますということです。で、LED なんで非常に電力もね、少ないですよ。さらに、22.8年間使えますよと。まあ一応1日3時間使った場合ということですね。まあこの辺も LED, LED なので、まあ非常にね、持ちがいいというところです。 で、あとは、やっぱりアプリがあってね、まあ私もこのアプリも既に入れていますけれども、えー、マルチカラー対応と簡単調候ですね。で、アプリで操作できますということで、まあこれが一番の醍醐味でしょう。それでは早速開封していきましょう。それでは中身を出していきましょう。ああ、まあ本当に、まあ電球ですね。形としては本当に電球といった感じです。 でもちょっとここが、なんかね、私が知っている昔の電球からすると、ちょっとここがでかいのかなと思います。まあこの辺にね、だからやっぱりそのネットワーク関係、Wi-Fi のね、そういった機器が入ってるんじゃないかなというところです。それでは早速、もうこのままじゃね、紹介のようがないんで、とりあえず、まあ付け替えてみたいと思います。で、ここはですね、まあ娘の部屋なんですけども、この上にね、これ学習机なんで、はい。いわゆるこうデスクスタンドがあります。 で、これね。はい。こういう感じになってるんですけど、ここにね、多分はまると思いますんで、これにはめてみたいと思います。デスクライトね。デスクスタンドにセットしたらもうね、いきなり着きました。それではね、これネットワークに接続していきたいと思います。で、これをネットワークに接続して管理するには、やっぱりあのね、アプリですね。専用のタポのアプリありますんで、それから追加をしていくことになります。それではね、早速セットアップしたいと思うんですけれども、最初ね、 デフォルトの色がなんかオレンジ色っぽいね、すごく電球色っぽい感じなんで、ちょっとまだ今ね、セットアップしてないんで変えられないんで、なんかちょっとムーディーな、あの照明になってますけど。<laughs> まあ、これはこれでなんかいいかなという感じですね。うん、それではこっからね、追加していくということだと思うんですが、これすでに私のね、タポ、コンセントが入ってるんですが、 追加ですね。ちょっと説明書を見てないんですが多分この辺から追加していくんでしょうね。そうですね。こっからそのデバイスが出てきますんで、今回は LED ランプということです。で、今回紹介したのはこのね、いろんな色に変わりますよっていうことで、タポの L の530というね、えー、機種になります。まあ他にもこんなに種類があるんですね。とりあえずこれ追加します。 で、タポデバイスを設置するということで、まあ、これね、あとはメニューに沿ってセットアップしていけばいいと思います。で、タポのデバイスの電源を入れますということで、えー、スマートランプが3回点滅しますということで、これさっき点滅してましたね。ちょ、これ OK。位置情報をオンにするということで、えー、タポデバイスを認識接続し、正確な時刻を取得するために位置情報にアクセスする必要がありますということです。 で、アクセス許可は設定完了後に、えー、無効化しても問題ありませんということですね。スキップもできそうですけど、まあ、ちょっと位置情報を聞かれるとね、心配になる方もいるかもしれないんですが、一応オフにできるそうです。まあ、ただ今回とりあえずね、有効で行ってみましょう。で、えー、許可しますかっていうことなんで一応許可します。とことで今ね、接続してるみたいです。めちゃくちゃ簡単ですね。すると、まあ、接続されてデバイスにね、名前を付けましょうということなんで、 一応スマートランプと入ってますんで、今回とりあえずこのまま行きたいと思います。で、どこにね、設置しましたかと、場所をね、入れてくださいということです。で、一応ここは子供部屋なんで、一応寝室とかね、選べますけど、ここで、子供部屋って一応入れておきましょうか。ほい。ここは、このタポのデバイスのアイコンを選んでくださいということで、これはまあ、要は見た目だけの問題ですね。やっぱり電球っぽいやつだったんで、とりあえず電球を選んで、次へ。 で、あともう少しですということで、一応ファームウェアを確認するということですね。これで終わりでしょう。ま、あこんな電球なんですけどね。ファームアップデート入ってますね。なんかこの辺もすごいですね。ちょっと考えられないな。で、おめでとうございますということで、これで完了ですね。そうするとですね、ここにね、新たにスマートランプが追加されました。で、これは長押しして、こうやってね、順番変えたりすることもできるようです。 で、これを見るとわかる通りね、今タポにスマートプラグ、タポ2の方に電源がね、入っていて、で、今、この照明ですね、えー、スマートランプもついてますよということです。じゃあ単純にこれオフしてみましょうか。はあちょっと、最初の説明が出ちゃいましたこれで、はい、消えましたね。こう、アプリもでもね、夜になった感じでわかりやすいし、今実際照明消えたのわかると思います。じゃもう一回つけてみましょう。はい、こんな感じですね。で、あと、当然これで色が変わるんでしょうね。ああ、青くなった。 赤くなった。すごいな。黄色、緑、えー、紫と。いうことで、いろんな色が、まあ、設定できるということですね。とりあえず白。これが、いわゆる、まあ、普通のね、白っぽい電球ということです。あ、えっ、ー、と、それで50%。あと、ここで明るさ変えられるんですね。これもすごくわかりやすいですね。ここで、当然こうすれば明るくなる。100%。これで、明るさを絞るっていうことですね。 で、こっちの赤にしても、まあ絞れる。ちょっとわかりますまあ、手のところ赤くなってるのわかりますよね。すげえな、これ。もう自由自在ですね。ここまで高機能な電球が今まであっただろうかっていうぐらい、すごい機能が詰まってますね。まあ、ただ、これは見た目の部分なので、やっぱり、まあ、便利といえば、ここか、下、スケジュールということで、まあ、これはですね、すごい地味ですけれども、まあ、時間を指定してね、オンにしたり、 ま、あと色も選べるんですね。オンにして色を設定して、あとオフにしたりを、まあ、ここで設定できるということですね。これでスケジュール設定か。あとはお出かけ。えっ、ー、と、タポデバイスがランダムにオンオフされるスケジュールを設定して、不在を悟られないようにしましょうということで。まあ、これはですね、やっぱり長期出かけたりするときに、やっぱりね、家の照明が夜ついたりすれば、まあ、留守じゃないんだなということで、これも非常に便利だと思います。で、あとタイマー。 これは単純にあと何分でオンする、オフするっていうね、すごくシンプルな機能です。ただね、これが一番便利なんですよね。やっぱりこの時間とかタイマーでコントロールできるっていうのがめちゃくちゃ便利。まあ本来ですね、できなかったそういったコンセント、さっきのプラグとか、まあこのね、電球もそうですけども、これがつくだけでめちゃくちゃね、進化しますんで、これは本当おすすめですね。で、あとここにテーマというのがあります。これはですね、今リラックスとテストっていうのがありますけど、 まあ一応テストの方をしてみましょう。そうすると今自動にね、色が切り替わってるの分かりますかね今ちょっとオレンジっぽくなりましたね。はい。ちょっと青っぽいっていうか白っぽいくなりました。これはですね、まあさっき色をね、自分で指でこう指定して変えたんですが、まあ自動に切り替えるようにする機能ですね。まあ要はテーマを自分で作れるということですね。今テストっていう名前にして、切り替えのスタイルね。今徐々にってなってますけど、瞬時にとかですね。あと切り替えのスピード。 えっと、3秒から1秒選びますね。ちょ、と,とりあえず1秒。で、色のサイクルということで、これもですね、すごいですね。なんか、こういう、青とか黄色とかじゃなくて、結構こういう、中間色みたいなものをね、かなり細かく設定できるんですね。すごいですね。で、あと当然ね、明るさも設定できるということです。で、これを設定したら、ここで、まあ、保存ということで、そうすると、このテストがですね、 ワンタッチで設定できるようになるということです。で、今ですね、自動に切り替わり設定したんですけど、こんな感じでね、自動に切り替わってます。これ1秒ごとにね、切り替わってるんですけれども、まあ、こんな感じで、一つのね、いわゆるまあ電球、LED のランプなんですけれども、まあ、色も変えられるし、まあ、時間もね、設定して、時間によってつけたり消したりもできるし、当然明るさもスマートフォンから設定できるということで、まあ、本当にちょっとしたことなんですが、今まではただつくか消えるかだけだったのが、 これだけね、えー、細かい設定ができるということで、まあ本当に今まで何でもないね、ちょっとした家電がめちゃくちゃ便利になる。すごいですよね。もちろんですね、スマートスピーカーに対応しています。特に照明については、音声でコントロールできるっていうのはめちゃくちゃ便利ですよね。例えば、寝る前に布団に入っちゃったんだけれども、照明落としたいと。ただベッドからは出たくない。こんなシーン結構あると思います。 それではちょっと音声コントロールやってみたいと思います。アレクサ、電気暗くして。はい。はい、少しね、暗くなったのがわかると思います。アレクサ、電気暗くして。はい。はい、さらに暗くなりましたね。それでは、アレクサ、電気消して。はい。はい、消えました。アレクサ、電気つけて。はい。 はい。こんな感じでですね。ま、あ音声でコントロールできます。ま、あ電気がね、暗い時なんかもね、起きて夜中目が覚めちゃったんだけど、やっぱり電気つけるのね、足元が暗かったりすると非常に危ないんですけど、音声で簡単につけられてるのめちゃくちゃ便利だと思います。設定次第によってはこんなこともできます。アレクサ、ムーディーなライトにして。わかりました。ということで今日は TP リンクのね、マルチカラー対応スマート LED ランプ。 品番の方は、タポの L の 530E 紹介させていただきました。まあ、非常にですね、まあ、ネットワークにつなぐことによって、まあ、ちょっとしたこういったね、電球、照明もですね、すごく便利に使えるようになるということで、まあ、今すごくね、こういうのでスマートフォン家で流行ってますけれども、まあ、非常に本当に便利だと思います。で、価格もね、2000円ぐらいでこれ購入できるんですね。 で、LED なんで、さっきも見ましたけどね、1日3時間で、まあこれ一つの目安ですけどね、22.8年も使えますんで、まあどうせ LED のね、ランプ、ライト買う、買うんであれば、まあこれ買っちゃった方がね、いろいろネットワークにつなげて、まあ便利に使えますんで、まあ長い目で見れば多少高いかもしれませんけれども、まあ十分元は取れるんじゃないかなと思います。 で、今もね、これちょうど上で、そのね、えー、このスマート LED ランプだけで動画撮ってますけれども、まあ手元をね、明るくするということであれば、まあ十分だね、明るさがあると思います。で、ちょっとつまんないということであれば、アプリからですね、プッと切り替えることによって、まあ簡単にね、こういう色の感じも変えられるということで、まあちょっとね、おしゃれなガジェット系 YouTuber なんか結構こういう間接照明みたいな感じでね、 背景の隅の方でね、こういうね、ちょっと色のついたランプが光ってたりしますけども、まあそういった使い方なんかもできるんじゃないかなと思います。こちらの製品の購入先と詳細については動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。